田村敦志、キングプリンス脱退メンバーの新グループに対するスタンスに賛否両論。2023年10月22日、お笑いコンビ、ロンドンビューツ1号2号の田村敦志さんが x 旧ツイッターで行った投稿が、 キングプリンスコーオプ脱退した平野紫耀さんと、その他のメンバーが結成した新しいグループ、ナンバー I に対するスタンスについての議論を巻き起こしました。田村敦史さんは自身の娘がキングプリンスへの長瀬恋さんのファンであることを公言し、長瀬さんと平野さんの両方を応援する姿勢を明らかにしました。 このスタンスに対して一部から賛否両論が紛失しており、社会的な関心を読んでいます。田村厚氏のスタンス、キングプリンスへの長瀬廉さんと平野紫耀さんが所属する事務所、とべに合流し、新しいグループ、ナンバー・アを結成したことは、多くの音楽ファンにとって大きな驚きと興奮の瞬間でした。 しかし、この情報に対する田村厚志さんのスタンスが注目を浴びました。田村厚志さんは、自身の娘がキングプリンスへの長瀬恋さんのファンであることを公にし、ファンクラブに入っていることを明かしました。そして、娘が平野潮さんを含む新しいグループ、ナンバー I も応援する姿勢を示しました。厚志さんは、娘が一番好きなのが長瀬くん。 その次に好きなのが平野、紫様、くん、と語り、平野さんがキングプリンスを離れたことに対して、娘がどのようなスタンスを取るか尋ねました。娘は、変わらず、こっちも応援するし、こっちも応援する。両方応援するのが私のスタイル、と答えたと田村史さんは述べています。田村史さんのこのスタンスは、一部のファンからは、肯定的に受け止められました。 彼の娘と同様に多くの音楽ファンも異なるアーティストやグループを応援し、それぞれのスタイルで楽しむことを支持しています。スタンスに対する批判。一方で、田村厚志さんのスタンスには批判的な意見も多く寄せられています。田村厚志さんがナンバーアイと飛べ、よりであるとの主張が一部で出され、その中立性に疑念が抱かれています。 彼はこれに対して勝手に SNS で印象操作しないでようどちらにも寄ってない。どちらも応援していると反論し中立の立場を強調しました。一部の人々は田村厚志さんが公共の場でキングプリンスとナンバーアイについてのスタンスを取ることが彼の中立性に影響を与えていると主張しています。 一方で、彼は自身の娘がファンであることを理由に、どちらのグループも応援する姿勢を堂々と表明しています。スタンスの賛否両論。この議論を通じて、アイドルや音楽グループのファンにとって、し、メンバーを応援するスタイルは多様であり、その選択は個人の好みに左右されることが明らかになりました。 田村淳さんの娘がどちらのグループも応援するスタイルを支持する声も多く、彼女の選択は彼女自身の楽しみ方であるとされています。また、一部のファンはアーティストやグループへの熱狂的な支持が一方に対して偏見を生むことがあると指摘しています。田村淳さんは、そのような批判に対してファンが中立的な立場を保つことの重要性を訴えています。 キングプリンスコーオプだったした平野志耀さんとその仲間たちが結成した新しいグループナンバー I に対する田村敦史さんのスタンスについて賛否両論が続いています。音楽ファンとしては異なるアーティストやグループを応援する自由なスタイルが尊重されるべきであり、田村敦史さんの娘のように 複数のアーティストを応援することは一つの健全な選択であるとされています。この議論はファンのスタンスの多様性と中立性の重要性について考えるきっかけとなっています。